はい、皆さんこんにちは、ワナリングルイージです。では今回は発売案法続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、ようやくフィリピンを完全に制圧、割譲させたというところで、今回は次の標的ベトナム、続いてカンボジア、ラオスというところに対して、戦争を仕掛けていこうというところになります。そのための準備は4月中旬に完了するので、それまではね、のんびりというわけではないんですが、準備を行っていくというところになると思います。で、今だと装備品でいうとですね、完全に足りてないのが強襲揚陸艦、これ船ですね。あとは空母に乗せる艦載機、これが全然足りてないので、この2つを重点的に作っていくための調整をちょっと入れておきましょう。今だと歩兵装備、ただ歩兵装備はね、みるみる減っていくんで、みるみる減っていく歩兵装備を投げ出していいのかっていうとこだな。主力戦車をちょっと工場を減らして、野戦砲も減らそう。で、マルチロール機もちょっと減らす。それほどに今艦載機が足りないので、これで1週間に、6.5 個艦載機ができるわけだな。で、どんどん作っていきましょうというところと、あとは揚陸艦なんで、揚陸艦これが年に約1隻か。もうちょっと数欲しいよな。母艦と同じだもんね、数が。空間に関しては2年後にできる計算、輸送船団はね、この先大国と戦争になった時に絶対に数が必要になってくるんで、ちまちまとはいえ作っておきたいなというところを考えると、現状はこれが精一杯かな。ではカンボジア、ベトナムとの海戦の時期、もう一度確認しておきましょう。この時期がね、海戦と同時に部隊を送り込んでいきたいので、これが4月9日ですね。だからもう本当にあと2週間、そういう状況下で、どんだけ部隊を送り込んでいけるかだな。安全に部隊を送り込んでいくための制海権、制空権は取ってあるので、安心はできると思うんですけどね。何はともあれ、ベトナムに上陸するところからの戦いになりますからね。ベトナム軍もフィリピン軍もさして戦力的に差はないと思うんで、一刻も早く補給路を確保するところからかなと思います。そうなるとホーチミンかな。ホーチミン確保してしまえば、一応海軍の基地があるので、そこを根拠地にできるかなと。
まあ、ハノイだったらホーチミン。まあ、ハノイとホーチミンだとね、きっとハノイの方が発展してるんじゃないかなっていう気もするんですけど、どっちの方が発展してるんでしょうね。ちょっとベトナムはまだ未踏の地なので、リアルな意味で。女の子はね、すごく可愛くて綺麗ですよね。シンガポールでね、まあ、そういうちょっと女の子が集まるバーに行ったところ、ベトナム人が集まるバーがあって、そこの女の子はね、もうみんな可愛かったです。はっきり言ってそこら辺の日本のアイドルよりも100倍ぐらい可愛い。ちょっとね、お値段は高いんですが。パラセル諸島か。ここを中継拠点にしてもいいかなっていう気もするけど、そもそもパラセル諸島って領有権どこがあるんだろう。ちょっと勉強不足でわからないな。まあ、中国とかなんでしょうね。でも最近の情勢を考えると、もしくは中国とベトナムが領有権を争っているとかね、そういう可能性が高そうだな。さて、これでベトナムに対して宣戦布告が可能ですね。早速ベトナムに対して宣戦布告していきましょう。早速ベトナム海軍と戦闘。これは第一艦隊だね。イヌイさんが入ってるから。あとは強襲上陸すいません、かけていく部隊が、まあ、どのタイミングでホーチミンにたどり着けるかですね。まずはホーチミンの確保が最優先なので、ホーチミンの確保に向かいましょう。まあ、ただホーチミンは当然ね、敵の方もそれなりにしっかりと防御を固めてきてる可能性が高いので、まずは戦車部隊が上陸に成功しましたね。戦車部隊が上陸に成功したので、ここからまずはホーチミンを目指しましょう。気をつけ。
で、自動車化代替も成功しましたね。まあ、あんまりおそらく守りの部隊はいないんじゃないかなと思われるので、まあ、ホーチミンまで駆け足で進みましょう。ただあれか、戦車大隊は敵にぶつかってるんだな。まあ、ホーチミンまで急いで向かった方がいいね。戦車がやられるときついからな。まあ、ちょっとまた戦車部隊が囲まれてて厳しそうな雰囲気はあるけど、まずはホーチミンの確保だ。もういきなりホーチミンに強襲上陸をかけた方が良かったのかな。もうね、戦力を分断されるぐらいだったら戦車大隊があっさり壊滅したもんね。いや、もったいないことしたな。ちょっと次からの戦訓としてはもう敵の海軍基地、ある程度守りが固いかもしれないですが、海軍基地と海軍基地の隣ぐらいのプロビデンスに直接強襲上陸をかけるっていう方がなんか現実的に損害が少なそうですね。さあ、ホーチミンなんとか確保しよう。準備完了。まあ、やっぱ揚陸艦が欲しいよね。そう考えると強襲揚陸艦が。さあ、引けか。ホーチミン確保したことによって軍需工場がだいぶできたね。でもこれは本当にありがたい。ホーチミンを失艦した。ちょっとホーチミンの確保を専念した方がいいな。いやー、なかなかの軍が取り囲まれてるね。68日もかかるか。次日本軍が上陸してくるまでには、だいぶやられてるな。大丈夫か。
なんとしてもなんとしてもホーチミンを確保したい。確保できなかったか。いやー、壊滅させられたな。マジか、舐めてたな、ベトナム軍の前に。ちょっとやり直ししたいぐらいだけど、残念ながらセーブをしてなかったので、もうちょっとこのまま頑張るしかないですね。いや強いぞ本当にベトナム軍。次は本当に負けられない。虎の子の24手段をホーチミンにドッスンと送るんで、この送り込んだホーチミンで確固たる基盤を確保しないといけないな。やっぱ強襲上陸ってね、結構辛いんですよね、そう考えると。まあちょっと間違いとしては、ホーチミンに集中的に強襲上陸をかけた方が良かったなっていう先訓を得ることはできましたけど、まあ、ちょっとそれにしても痛いな。ここでも駆逐艦一隻相手に潜水艦が撃沈されたのか。まあ潜水艦と駆逐艦の相性を考えると駆逐艦の方が圧倒的に有利ですからね。まあ、しょうがないにせよだ。あと、まあ、約2ヶ月後には大規模な24師団が上陸を開始するので、これに合わせて本当にベトナムのホーチミン、ここを完全に支配下に置いていかないと、この24師団が壊滅すると終わっちゃうからな、ゲームが。そうならないようにだけはしたいな。揚陸艦がまだ一隻もロールアウトしてないからね、そこもちょっと痛いんですよね。もうちょっと早い段階で揚陸艦の必要性を頭に入れておけばよかったんですが。ちょっと無理にでも徴兵の速度を速めて、これを フィリピンに送っていきましょう。急いで。でもこれを一個の混合部隊という形にしてしまった方がいいかもしれないな。ちょっと上陸戦に弱すぎますね、今の日本軍だと。
了解。でもうホーチミンピンポイントで強襲上陸をかけていく。まあ、ホーチミンを確保して、まあ、地理的な要素ですね。ホーチミンを確保して、ホーチミンに、一部の部隊を駐屯させた状態で、まずは南、ソクチャンまで、制圧しましょう。先にね。で、その後にホーチミンから北上する。で、この時敵軍と多分ね、相当数ぶつかるんじゃないかなと思うんで、ここに支援する航空隊を呼び出しましょう。これはね、どうする？第三艦隊。第三艦隊に支援させよう。飛竜の航空隊。できればね、航空基地近くに欲しいよな。今だと洋上飛行場扱いの空母からの出ているものだけになりますからね。まあ、まさかな。ちょっと強襲上陸の仕方がまずかったっていう戦訓は得たものの、失ったものが大きすぎるな。そろそろそうするとあれかな、徴兵制度を変えていくっていうのも手だよな。まあ、とはいえまずは マレーシア、これは置いておいて、タイだな。タイに対して軍事通行権が得られるかどうか確認しておきましょう。軍事通行権さえ得られれば、マレーシアに関しては地続きでタイの領土を通って進むことができるんで、まあ、承諾しないか。まあ、タイとは不可侵条約結べる？いや、結べないな。まあ、関係改善をさらにしておくか。まあ、どこまで行けば許してくれるのかっていう話ですけどね。いやー、ちょっとここに来て一気に部隊数が足りなくなってきてるね。
で、思ったよりベトナム軍が多い。まあ、ハノイにいきなり強襲上陸かけてもいいんだけどね。ここはやっぱり一度ホーチミンから締め出されてるんで、ホーチミンの奪還を目論みましょう。揚陸艦はどうなってる？揚陸艦、揚陸艦がまだまだかかるか。強襲揚陸艦ができるとね、だいぶ変わってくれるんじゃないかっていう期待値があるんですけど。第3世代の F4E1 が100にいけるね。これで完全に第3艦隊も、第3艦隊に入っている空母も完璧に行動が可能になりましたね。そしたら第2艦隊だね。第2艦隊に入っている随核、これを南シナ海に派遣し直しましょう。で、その上でいや、かなりの海軍力はあるんですよね。こうやって見てみても日本海軍、まあ海上自衛隊ですけど、あとは陸軍なんだよな。まあ、操作をミスったというのがありにせよだ。あと20日後にはホーチミンに大規模な強襲上陸がかけられるので、まあ、さっきお話した作戦ですね。ホーチミンをまずは確保した後に一部の部隊を割いて南の制圧で、南の制圧完了後に北へと行って、ホーチミン陥落後の首都ハノイを攻略していくという流れかな。強襲揚陸艦どうしますか。4までやっとく。
ちなみに原子力空母になった我らの空母隊はどうなってるかというと、どういう扱いになってるんでしょうね。空母歴史は何も書かれないんだな。ちなみに戦闘している部隊、まあ、例えば一番古い第一艦隊の空母蒼龍の歴史とかも何も書かれてないもんね。いや本当にでもちょっと攻略戦でもったいないところがいくつかあるのがちょっと残念かな。まあ無駄に手段を失ってますからね。やっぱり戦い方としては海軍の基地があるところは最優先で抑えるっていうところだな。でその上で補給量か補給路を確保しておかないと、まあ、いくら強い軍でもあっという間に溶けちゃうというのがよく分かったので、ちょっと次の戦訓を生かすためにホーチミンの攻略までは30分過ぎちゃいましたけども、進めさせていただきたいと思いますので、ちょっとね皆さん退屈されていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですが、このまま、お付き合いいただければ嬉しいなというふうに思います。でね、ちょっとパラセル諸島を見てみたんですけど、さっきあったどうやらですね、いつものパターンで、いつものパターンって何かというと中国です。中国が領有権を主張していると。実際にはベトナム、台湾、さらには中国がそれぞれ領有権を主張していて、さらに中国が実効支配をしているというのが現状みたいですね。ちょっと今後は陸軍の強化をしていった方がいいかもしれないな。どうにもこうにも海軍は強いけど陸軍が弱いなっていう、そういう状況が見て取れるので、まあ、もちろん操作がちょっとなってないんじゃないのっていうのはあるにせよですね。でやるべきこととしてはもう本当に強襲上陸が始まるので、先行して6手段ですね、これがホーチミンに直接入ってきます。でホーチミンを確保しているその最中にうまくいけば、後続の24手段これがガガガッと入ってくるという感じになりそうですね。で24手段が来るともう補給がキャパオーバーになるので、それを回避するために急いで南や北へと進軍しなきゃいけないんですが、この時急ぎすぎるとフィリピンの悪夢、補給路がいつの間にか断たれているっていうことが起きてしまうんで、そのあたりもねちょっと十分に注意しましょう。まずはスッと上陸できるかどうかですね。スッと、
いや、ホーチミンはただ守りは硬いね。さあ、これで強襲上陸できるかどうかだな。数で、狙いを定める。と不利な状態になってるっていう状況。これは強襲上陸かうまくいっていないかな。ベトナム軍にちょっと押されてるもんね。選挙ごめんなさいね、選挙は与党の勝利というところで、まあ、これはいいでしょう。政治力がプラス20になりましたと。問題はこの強襲上陸だ。ここがちょっとうまくいっていないぞと。ちょっと場所を変えましょう。関東に変える。一旦上陸しちゃわないと話にならないので、上陸先を一旦変えましょう。なんとか陸揚げしてくんないとな。いや、なかなか厳しいねこの戦いは。強襲揚陸艦が完成するのを待ちますか。そうすると
軍を一度再編しましょう。今全部で30師団あるので、これを、10師団3つに分けます。で、10師団3つに分けて、どうしようかな。ホーチミン守りめちゃくちゃ固いのはよく分かったんですが、ホーチミンやっぱり攻略するしかないので、ホーチミンだよね。ホーチミンに一発強襲上陸をかけるか、一点ハノイに攻撃目標を変えるか。まあハノイに変えてもいいかもしれないな。もうすでにね、ホーチミンはバレバレになっちゃいましたからね、やることなすことすべてが。なのでちょっとそこをやっていきたいというふうに思います。ではちょっとね、今回不甲斐なかったんですが、ベトナムと開戦したというところで一旦終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。